日本ハム木村文則が現役引退へ。日本ハム木村文則が現役引退、18日に会見、20日の古巣西武戦が最後の花道に。ハムさん粋なことしてくれるねー。よくここまで現役続けてこれたな。だよな。完全に構想外って感じの使われ方だったしな。ハムでも使われてたんだけど結果が全然伴わなくてな。ビジターで引退試合って斬新だな。セレモニーとかやらんのか。西武戦での引退試合を優先したんやろな。今年はもう残りベルーナドームしかないからな。一応セレモニーもあるんちゃうか。松坂みたいな盛大なやつ無理やが。西武で2軍コーチありそう。3軍やろな。コーチが足りなさすぎる。まずは副寮長兼3軍スタッフとかやろな。ハムでは全然使われなかったけど2軍の選手からは慕われてたみたいや、指導者としてもいけそうやろ。とりあえずお疲れ様。そういや赤だってまだ西武にいてるの？おるぜ。1軍コーチと2軍コーチを行ったり来たりしてる。辻のお気に入りやったし、ええ人なんやろな。お疲れやで。西武戦が引退試合とかやるじゃん。外野の低くて厚い壁。たまにしか打たんけど、すげえ印象に残る活躍するんだよな。だいぶ減ってしまったな。